恒例の若狭高浜浜名洲マラソンが28日開かれ、およそ850人のランナーが秋の若狭路を元気に駆け抜けました。ただいまから第16回高浜町和田の浜名洲公園で開かれたこの日の若狭高浜浜名洲マラソンには、町内外の小学生から大人まで合わせておよそ850人が参加しました。はじめに開会式が行われ、大会長の野瀬豊町長がマラソンを楽しみ健康づくりに励んでくださいとランナーらを激励しました。このあとランナーを代表して10キロ一般男子の部に出場する山内啓司さんが、力の限り頑張りますと力強く選手宣誓をしました。今年はゲストランナーとしてアトランタオリンピックのマラソン日本代表で、現在日清食品グループ陸上部コーチの実井健次郎さんが招かれました。開会式の後、参加したランナーたちは各コースごとに次々とスタートしました。ランナーたちは浜名洲公園を発着点に、和田の地区内を走る 1.5 キロや大井町犬見までの海岸線を走る10キロなど、合わせて14種目で健脚を競いました。この若狭高浜浜名洲マラソンは、参加者の健康増進と交流を図ろうと毎年開かれていて、今年で16回目を数えます。この日は時折雨の降るあいにくの天気となりましたが、参加したランナーたちは家族や仲間らの声援を受けながら、思い思いのペースで秋の若狭路を楽しみ、次々とゴールしていました。